池森チャンネルオープン。今回は文の倉さんのお蕎麦いただきます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日お出いただきましてありがとうございます。本当に嬉しいです。この地域に初めて来ました。あ、そうですか、はい、ありがとう、ようこそいらっしゃいまして、ありがとうございます。寒いです、みんな寒いです。もう辺り一面、雪景色。じゃあ倉さん、ちょっと倉さんのお蕎麦のなんか特徴を、はい、はい、ありがとうございます、はい、まず、はい、池森さん、僕ファンでして、世代、そうです、ちょうど世代です、はい、なるほど。お蕎麦もすごくね、ずっと365日召し上がってるっていうそうで、今回来てもらって本当に嬉しいです、ありがとうございます。とんでもないです。ただの蕎麦好きなんで。いやいや、もうね、くれぐれもそこだけ言っとかないと。蕎麦通じゃないんでね。あ、いやいや、蕎麦好きですから。ありがとうございます、はいはい、ぜひ召し上がってもらいたいなと思いました、はいはい。当店のお蕎麦は、半径2キロ以内の粉だけを使用しておりまして、この店からの半径2キロです、はい、今のところ高山村なんですけども、高山村さんって言ってるんですけど、半径2キロ以内だけで栽培したものを、100% 使っております、はい、だから完全地産地消、はい、外に出ないですね。出ないです。東京なんか全く持って出ないですね。たまに、ケータリングとかでは出たりするんですけども、はい、なんですけど、だからコンサートの上がりで、はいはい、お出ししたりとかしたりするんですけど。なるほど、はい、それいいね。ぜひ池森さんの、ライブ後にね、いいね、ぜひケータリングで手打ちのね、そうですね、そば、はい、はい、今日楽しみにしてます。いや、もう今日ね、いつも8割5分のお蕎麦になっております、はいはい、8割5分5分ですね、85%、 85%、はい、お蕎麦になっております。ニアチ的なことです ね、一般的に言うとね、はいはいはい、もともと8割だったんですけれども、はい、今まですごくつながりづらくて、だいぶつながるようになってきまして、うんうん、で8割5分に割り数を増やして、今は8割5分でやってます、はい、楽しみです。じゃあ池森いつもはい、お決まりっていうか、はい、ザルそばと、はい、かけそばを頼むんです、はい、それをお願いします。ありがとうございます。本日は10割そばも、特別に用意しておりますので、はい、ぜひ食べ比べしてみていただけると。じゃあザルの方は、はい、こう食べ比べで。そうですね、はい、はい、あったかそばもでも2鉢ですもんね。そうですね、はい、はい、はいはい、お願いします。はい、お作りします。ちょっとお待ちください。ありがとうございます。楽しみ。お待たせいたしました。ちょっと一度に持ってしまって申し訳ございません。もちろん。はい、失礼いたします。わ、すっごい粗挽き。そうですね、すごい粗挽き。超粗挽き。超粗挽きです。はい。こっちが10割。10割です。これ2鉢。いや、2鉢。はい。やば。はい。景色がやば。あ、ちょっとね、大将。はい。池森のお決まり事、その2。はい。ただ写真を撮る。あ、そばとツーショット。すげえ。この色は初めてかもしれない。じゃあ早速まず煮鉢からいただきます。大将すいません、お塩いただいてもいいですか。お塩、はい、かしこまりました。まずこのまま、香り、すっげえいい香りで甘い。ピーナッツシューギンギン。うわ、綺麗なそば。これなんて平打ちっていうんですかね。そばの、まずそばの、失礼いたします。もちろん、はい、もうねっとり。そうですね、ね、はい、ねっとり、もうすげえうまい。もう喉越しというよりはもう噛んで食べてもらうような、うん、はい、甘いき。最初この食べ方知ってました。塩に、はい、塩とわさびで混ぜるんです。ああ、そうですか。これやってみてください。めちゃくちゃうまいですよ。ああ、本当ですか、ありがとうございます。これ商品作ったんですよ、今。あ、そうですか、うん、めっちゃ売れてます、塩わさび。塩わさび、これうまいんですよ。ずっとこれでいきます。ああ、そうですか。次がなくなっちゃうぐらいうまいです。ああ、本当ですか。うん、いきます。ありがとうございます。お見事。いや、よかったです、嬉しいです。はい、
うまい。もういつか池森さんに食べてもらいたいってもうずっと願ってて、ようやく今日叶ったからです。はい。確かにそのなんか今まで食べたことないような、はい、その品種の感じするわ。そうですね。なんかもう蕎麦っていう穀物をそのまま食べるような感覚で作りたくてですね。はい。そしてあのもう外側の殻から全部、ね、一緒に引いております。すごい。あの二八でこんなになんか粗挽きっての初めて食べたかもしれない。あ、そうですか。うん。ちょっとじゃあ10割。10割香りを。はい、あ、まだね、ちょっと全然景色が違いますね。そうですね。やっぱりより色が黒くなって。はい、あ、このねっとり感はザ十割です。まずはそばの。もう歯ごたえも、なんか一瞬あの脳がゴマなのかなって、ああそうですか、錯覚しちゃうよね。はい。でもそばかなり濃厚なね、はい、でこれに塩わさび、濃い。ありがとうございます。はい、濃い。じゃあつゆ。つゆはどんなつゆの方向性なのか。まず二八で。だし。はい。だしすごいね。あ、そうですか。ありがとうございます。え、なんですかこのだし。これはあのカツオがあのメインですけども、あ、メインですか、はい、あとサバとか、はい、そうだ、そっちもあれ、他の、使っております、はい、あ、なんかあのもっと濃い感じがしたけど、はい、そういう世界じゃないですね。そうですね、あの少し甘めの感じの、あのなんていうんですかね、田舎なので、結構どっぷりつけてもいいような感じの、はい、もうがっつりがっつり推しです、池森も。あ、本当ですか、ね、あ、ありがとうございます。おつゆがっつりつけたらうまいですよね。そうですね。じゃあもうね、本当にあの月に召し上がってもらうのが多分一番いいと思うので、はい。だっておそば屋さんでつゆうまいんだもん絶対。いや久しぶりになんかずらそばを食べたわ。いやありがとうございます。普段アレンジそばばっかり食べてるんだよ。ありがとうございます。あ、なんか10割は。いっぱいつゆつけて食べるとすごい合いますね。そうですね、はい、やっぱりこれまた今まで食べたことがないそばだ。あ、そうですか、あ、嬉しいです、そう言ってもらえると。なんだろう、この違いは何なんだろう。ここまで粗挽きがする人があまりいない、まあ、もちろん粗挽きの打つその何、例えば食べ比べとかで、はい、結構粗挽きもいただいてきたけど、はい、何人かが違う。多分ね、もっともっとこれぐらい、これまで粗い粉っていうのは、なかなかつながらないんですね。はあはあ、蕎麦として成立しないってことになってしまうので、これをずっと僕あの、まあ、9年前始めたさせてもらったんですけども、それよりも5年ぐらい前からやってるので、14年、5年ぐらい、あのこの蕎麦と向き合ってるんですね。なるほど。それでようやくここぐらいの長さにはなったんですけども、はあ、ただね、あの本当にこれつなげるのは、あの市販の蕎麦粉を10割で打つよりもこっちの28の方が難しいですぐらいに繋がらないんです。はい、基本全部粗挽きなんですか。粗挽きです、はい、もうこのお蕎麦で通してる。そうです、はい、わー、なるほど、すごい、これはね初めて食べる蕎麦、本当に。しかもこんだけ太く打てて食感がなんかもう全然違う。お見事。ありがとうございます。嬉しいです。じゃあこのね、かけそばの大将のこだわりのね、どんなつゆが来るか楽しみです。失礼いたしました。じゃあ、はい、来ました。来た。この景色がね好きなんですよ。これはなんか大将ありますか。こだわり的な。こだわりですか。はい、あの、まあ、2番だしを取っているんですけれども、1番であの。
冷たいつゆをつけた、はい、あの2番だしを取って、うん、あの追いがつおで少しまた足しながら足して、はい、あーわお、すげえいい香り、いただきます。あ、うまい、あ、うまい、うん、あ、あったかいのにもわさび入れるんですか。あ、あのお好みで、うん、あの今つけております。はい、そうなんですね、一味とかでもなく、はい、あ、一味もね、あのご用意はさせてもらってるんですけども、はい、すいません、今こちらに、辛漬けなんでね、やっぱかけそばと、はい、あの、まあ、盛りそばで本当に幸せをいただきます。はい、ありがとうございます。あ、おいしい、うん、なんかスキー場に来た感じする。あ、そうですか。わかる、なんだろう、この景色とこのかけそばがすごく合う。合いますか。すっごく合う。あ、しかもやっぱりこの麺がすごいね、はい、個性が。そうですね、太いので、太いし、はい、なんていうか、かけそばになってもざるそばで食べるような麺の強さがありますね。そうですね、うん、はい、うん、いや本当に個性あるそば、もうずっとそばの殻の、まあ、粗挽きの感じがもうなんか癖になる。ありがとうございます。癖になってからもう食べログも評価も高いし、ありがとうございます。お見事大将、ないです。木本さんぜひあの、うん、またよろしくお願いいたします。はい、でももう紹介したらもう入りきれなくなっちゃうし、いやもうそうなってほしいです。はい、毎日そうなってもらえると嬉しいです。はい、うん、素晴らしい。で、大将いくつですか。ちなみに僕ね47歳です。お、はい、30代だと思った。あ、そうですか、ありがとうございます。若く見えた。あ、そうですか、うん、じゃあもう本当にそうだ、中学か高校の時の。もう本当にそうですね、はい、じゃあカラオケもいっぱい歌いまくって。もう歌いまくって、はい、もう奪いまくった。奪いまくった。歌っていいですか。いや、いや、美味しいっす。うん、あ、うまい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとガチで食べますんで。スタッフの分よろしくお願いします。はい、かしこまりました。うん、はい、キャモリチャンネル番外編、今回は文の倉さんでお座りいただきました。池森は47都道府県のそば2週食べました、はいはい、まあまあいろんな職人さん、ね、はい、が打った個性的なそば食べてきましたけど、はい、いや、あのこちらの大将のそばは唯一無二だね。ありがとうございます。すごいオリジナリティと、あのそこまで粗挽きにするかってぐらい突き抜けてる。ありがとうございます。ここまでのね、粗挽きのそばに、ね、はい、本当初めていただきました。あ、よかったです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。こちらは長野市からどのぐらいですか。大丈夫、長野市から、はい、車で45分ぐらいあれば。あ、そのぐらいあるんですか。はい、この地域は 高山村です。高山村、はい、皆さんぜひ長野に来たら高山村まで足を運んで海の倉さんでおそばいただいてみてください。ちょっと今までのそばの概念がちょっと変わりかもしれない。ありがとうございます。そのぐらいインパクトありました。ありがとうございます。本当にご質問して、またこれからも精進いたしますので、いや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 、ありがとうございます。お見事でした。ご質問でした。ありがとうございます。キャモリチャンネルのグッドボタンとチャンネル登録皆さんよろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画で。閉店。